はい、どうも。くすぶってるクラーです。ということでね、前回はカーサスの地下坊をね、クリアしまして、まあ、イルシールに行くか、こっちのくすぶりの湖に行くか、という分岐点がカーサスの地下坊だったんですけど、こっちは進行しなくても大丈夫みたいなんですけど、アイテムがね、割といいのがあるそうなので、まあ、こっちからやっていこうかなと思います。イルシールはね、この後やろうかなと思っております。じゃあ早速行ってみましょうかね。まずは、この矢を避けながらという感じですね。アイテムを取りに行きましょうかね。いやー、もう懐かしいとかそういうレベルではないですね。ほんと。あたた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 た。やべやべやべ、ああこれやべえな、結構食らうよ。やべやべ、これがカニさんもいるのか。なんとか避けながらっすね。やべえ、ブーッ、え、壁が貫通したよ。待って、ちょっと待って、そこのアイテム取りたい。まずはね、取れるもんは取っとかんとな。大かけら。このなんか、体重は大丈夫なのかな。やべやべ。なんすか。あ、ちょっと待って、カニがやばい。入った！え！ちょっと待って！ちょっと待って、なんか落ちたよ！ちょっと待って、録音外して。カニがやべえ！ちょっと待って。カニさんちょっと落ちてくるな、落ちてきて。当たんねえんだよな。あ、落ちてきた！やべえ、こんな狭いとこでカニと。ああ、危ない！かけらが手に入った。こんなとこなかったけどな。落ちたね。これ上がれないっすよね。ちょっと待ってよ。やべやべ、なん、なんか見つかった。魔術系だと。あ、バックはバックスタブはできそうっす。わ、強えな。あった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 。はっ！圧倒的にやられたな。どうも、くすぶってるクラーです。じゃねえよ。あの頃はまだ余裕があったんだな。やべえな、ここ。あそこにもアイテムがありますね。まあよかったね。逆によかった。何の逆か分かりませんけど、いや、逆によかった。あ、めっちゃ、わお！やべやべ。アイテム取って。おお、かけ。わお！うわぁ！やべやべ！はぁ！地獄だ、ここは。やべえ、ここまで届くん。やべえな。あらばい、あらばい、あらばい。風圧もちょっと食らうんすね。これは防御できなさそうだな。さっきここでカニと戦った。ああ、これここで落ちたのか。なるほど。あ、じゃあ、あれか。知ってる人は多分ここ分かってて、この弓矢で開けれるというのを知ってるんですね。あぶねー。待って、ストビン足りん。カニさん、うわ、まだいるのか。カニさん、ここ
こ当たるかな。当たる。待って、死ぬならアイテム取ってからだ。混沌の奇跡。エースト瓶がないのである程度ある程度というか、っていうかあれか、カンサスの地下墓で真下を見たところらへんが多分ここらへんなんですけど、行きましょうかね。ちょっと一回戻ります。あー、ソウル回収してない。うわ、ソウル回収してから帰るべきだろう今のは。まあいいか。まあ左回りで回ったので、今度はじゃあ右回りで行きましょうかね。あの多分洞窟もあるでしょうから、上から見てたね。あった、これか。洞窟がありまして、おお、結晶トカゲがいまして、なんとなんと、オッケー、光るくさび石はありがたいよ。結婚に触れる。どこだ、何、何と戦ってんの君は。こんなところで戦ってんの。うわ、待てー、やべ、待てー、やべ、ちょっとちょっと危ねえ。塊ドット、あー、やっぱこいつか。どうしよう、ちょっと一応全回復して、この先涙があるぞと。やっぱこれホレイスだな。あー、やっぱホレイスだな。沈黙の騎士ホレイスやるしかない。溜めてるね。やべやべ、まあそんなに痛くはないですね。2回か。パリにやった。ホレイスだったね。なんか裏切ったのか。じゃあアイテム、リンドの盾。ふんふんふん。ホレイスが実は敵だった。愛情、あ、かわいそうなやつ。どういうストーリーなんでしょうね。この先宝があるぞ。だから頑張れよ。いや、このメッセージマジでうぜえ。アクションも切り替えられないのこれ。危な。こういうなんかもう嫌がらせするやつが多いよ。まあ昔からそうか、それは。ね、幻の壁の前で。ダークソウルの時とかいましたもんね。ダークソウルの無印の時はあの攻撃じゃなくて A ボタンだったんですよね。罰ボタンというか。でこれでじゃあ一旦ちょっとソウルを回収して、じゃあアンリに報告に行った方が良さそうですね。ソウルを回収したいです私は。 OK。またこいつに、でもこれちょっとリベンジしたいな。どんな感じか。あたたたたたた、あ、なんかロックオンかけれるけど、あ、倒したら消えた。くさび石のかけろ、つわつわて。強っ。一旦帰ります。ウォルニールの方から戻っていきましょうかね。アンリさんの、まあアンリさんが果たしているかどうかって話なんですけど、
こんなところに。うわ、これどっち？ちょっと待って、これはちょっと調べた方がいいな。あー、まあまあ教えて大丈夫ですね。教えます。邪眼の指輪。 OK。 敵を倒したとき HP を回復する。マジで。まあ一旦戻ってきましたけど、ちょっとね、あの覇王ウォルニールのソウルが何ができるかだけ見に来ましたけど、ソウル錬成、神の司教たち、これか。地を走りうねるように黒い炎を走らせる。はあ、呪術か。デーモンナックル、ナックルか、炎か。さっき、あのあれか、デーモンのソウルか、これ。はあ、これデーモンのソウル、デーモンの大斧。うーわ、強そうやなへえ、覇王ウォルニールの聖剣。あー、これいいじゃないですか。聖剣であった神の怒り、大地に武器を突き立て強い衝撃波を発生させる。深淵に蝕まれたがゆえにその怒りは大きい。ほう、戦技がなんか雷が発生するのかな。導きの深みの司教。はあはあはあ、司教たち、これか、深みの僧。どうなんだろう、これ武器を買うか。これウォルニールでしょ、ウォルニールの聖剣。あー、でもこれあれか、威力じゃなくて信仰が13必要なのか、ウォルニールの聖剣は。なるほど、なんとも言えんとこですね。なんとも言えんとこですけども、ちょっと買っときましょうかね。まあ、まずは武器を買いましょうか、全部ね。OK、 はい、戻ってまいりました。くすぶりの湖の、まあ下というか、こっから見て右はもう全部見たっすね。まああの地下に行ってないのと、この左のヘビちゃんを倒してないのと、どうしましょうかね。ヘビちゃんを倒しましょうかね。じゃあね、こいつだよな。やべやべ、これどうすればいいんだろう。これ食らってんのか。あ、一応食らってます。あった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 、やべやべやべ、これハマってる。あぶね、間違えた、エストビ。はあ、いやー、いやー、あーあー地獄だここ。え、どうするんここ。うわ、どうすりゃいいんだろうマジで。あ、これ今チャンスかな。いやー、食らうよ。どうやって倒すんだろう。止まってる時がないんだよ。あった、これチャンスだな。あいつ、弓先生お願いします。あいつ、やばい、一発食らった足。この時がチャンスな気がするんだかな。あいつ、ただこれ矢で食らってないかな。カニさんが食らってたんで食らいそうだけどな。まあ雷攻撃の時、あ、来た、これか。
あー、くらっ、なんかこれを繰り返した方が良さそうですけどね。待っときます。待つのもまた戦いだ。雷攻撃の時ですね。 OK、 この時か。ん、なんか倒れてたよ。不死ぬコツ行ったか。 OKOK、多分じゃああの弓も当たってたんだな、このね、三連矢は。オッケーオッケー。渇望の盾。あった。なんすか。なんすかなんすか。もうあとは大丈夫そうですけど、ここまで届くん。マジで。これはボスですね。これは覚えてるな。これは覚えてますね。ボスだね。アイテムはもうないさそうですけど。あの弓を止めに、あー、かがり火ありましたね。はい、余裕で回復しますけど、それは。よいしょ。で、こっちから行ってみましょうかね。バックスタンドができないんだよな。あ、倒した。 OK。 はい、アイテム拾う。恐ろしい。残り火があって、下はいるな。うっそ、こいつとあと何回戦えばいいんだよ。うわー、これどっち行けばいいんだろう。お、なんか君ダークソウルのボスじゃないのか。一番最初の。やべ、お前もダークソウルで見たぞ。オッケー。あ、よかった、イルシールの直剣を今日1回だけ強化できたんでね。これはでかかったですね。はい、おお、なんかめっちゃやられてるな、デーモンたちが。じゃあクリアリングはして、左も行けると。なんで違うのこれ。結婚に触れる。え、なんか襲われてるよね、完全。これが罠。残り、うん、よ、あ、多分こっちから来たのかな。じゃあこう来て、こっちのやつがここに来たのかな。割と迷ってるよ。上に行ってみますけど。よいしょ。かがり火があるやないかい。いやー、これどこ行ってるかマジで分かんないぞ今。うわ、なんかいる。うわうわ、ここやばそうだ。あ、いやー、やっぱいるな。まずはだな、手前のやつを呼び覚ましたらいいですね。いった、やった、オッケー。これはでかいっすね。あぶなー、毒毒毒。回復して。きついっすね、ここマジで。こんな私を交代させるとは。あー、で、俺はこっちに行動してたんですね。あ、ロックオンかけれるから倒しても大丈夫ですね。 OK、 死体をあさる。で、これは祈りを捧げてますけど、なんかイザリスの呪術書。
イザリス。イザリスとは、まあこんなとこっすかね。ん？この先隠し道があるぞ。また。ほんまや。こんな近くにあったなんて。うわスライムがめっちゃいる。まあちょっと落として。罠すぎるな。エストのかけら、これはでかい。下にも、あ、降りれそうですけどね。これどうしたらいいんだろうな。あいつを呼び覚まして、こいつ呼び覚ましていいのか。弓でやろうか。あと一発。オッケー。弓、ありがて。ここ問題こうだな。ああ！やべえ。嘘でしょ。こんなとこでやられるわけにはいかん。あ、回復してんのか。あ、危な。グルーの腐れ極刀と、あー、この人大欠片持ってんのか。マジで。こいつが強えんだよな。槍のやつ。まあ、槍のやつは右回りで行けば大丈夫ですね。うわー、これ今のところ戻るの。どうやって戻るの。上から降りてきたけど、こっから降りてきましたよね。これ迷う。で、ここに戻ってきたっすね。戻ってきたんだけど、まあ、ネズミちゃんがいます。で、ネズミちゃん、あれなんかトラップっぽいなぁ。なんもない。いけた、危ね。うわ、下は危ね。やめてよ。あ、だだだだ、そんな不意打ちある。あー、こっちにも行けて、こっちはなんでしょう。ははは、ネズミちゃんがいますね。割とデカめのネズミちゃんがいますね。3回で、まあ、やります。うわ、ネズミめっちゃいる。わお。まあ、ここに落ちたらって感じか。上から来れるかな。どうなんでしょうか。やられてる人がいますね、でもね。おっつこんなところに。あれ、ミミックじゃないだろうな。てか、一回攻撃すればいいのか。オッケーオッケー。開く。大かけら3つ。この先、まだ、ほんとだ！まだ、あるんか。呪いに注意しろ。この先、宝があるぞ。ほんとだ。で、降りましょうか。イザリスの杖。杖がありました。まだいた！3体いたんか。うわ、めっちゃバジリスクが。やばいやばい、呪いはちょっときついよ今。おっしゃ、オッケー。あー、危ない。おお、くさびしの向こうが。これ壁調べた方がいいっすね、こういうところね。ん、最後の敵の時間。え、ん、何かが、ちょっと待って、
びっくりした。ゾリグやないか君。やられた。こいつやってくれたな、あの野郎。最後の敵の時間だ。こっからできたっすね。ん？あ、いた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 。走ってきた。タイミングがわかんないな。オッケー。カバ。溜めて。よいしょ。うん、フロストバイトになった。一発がでかい。これも確実に回復して。シールドバッシュされた。あ、危ねえ。2回攻撃するのか。溜めて。うん。防御しながら。切り上げ。あぶねえ。2回が怖いんだよな。いけるか。いったー。あぶねえ。なんか見る。うん、煙の特大剣、黒八金の大盾。マジで知らんけど、黒八金っていうか栄養に言うなよ。煙の特大剣、懐かしい。筋力50とか。あいつゾリグすげえな。50もあんのか。わあ、これダクト2でね、よう使ってましたね。吹き飛ばせるんですよねこれね。おお、叩き潰す感じか。ま、使わないですけどね。まあなんかね、2周目とかもしやる気持ちになったらね、持っといたらいいじゃないですか。おいえ。あー、この上か。矢を止めるところはこの上か。オッケー。あぶねー。強えよ、ちょっと。シールドバッシュしてんじゃねえ。危ねえ。この人全然落としてくんないな。その特大剣ね、特大剣はダークソウルの無印の時によう使ってたね。知らんがなって話ですけど、かっこよかったっすね最初ね。痛いはさ、心折れた騎士の層、心が折れちゃったか、ここで。そうか。この上か。うわ、これエストビン持つかしら。どこでしょ。来たよ。上まで聞いたよ。まあ、あの、蛇も倒してるし、ここは止めていいっすよね。うわ、こっから撃たれる。マジ？やべえ。まあ行くしかないですもんね。アイテム取って、機関のコッペン。ここきつかったね。ああ、あれ右にいんのか。こいつらをまずやっといた方が良さそうですね。アイテムは落とさないですね。で、え、なんか、こっちは何もないぞ。え、まあ、なんか降りれるって感じでもないですね。なんだったんだ、こっち。絶対罠だろこれ。なんだなんだなんだよ、どうしたの。危ね、
ソードは手に入った。うわ、ショテルのやつが2体きついな。オッケー、ソード手に入った。かけらと光柱の岩薬、あと1体か。おっと、順調やぞ。出血ちょっときつい。うっそー、あそこまでまた行かんといかんの。こいつは大したことなんだ。あ、もう一体のやつがやばいですね。あのくくりを投げてくるやつが全回復しとく。さあリベンジだ。やろうか。こいつはやばい、ほんとにやばい。出血で死ぬとは思わんかったな。しかし気づくなら気づいて。出血か。あ、なんか意外といけたな。意外といけたな。いや、もう敵はいなかったような気もするけど。どっかから止めれた。これか、これだ。止まったこれ巨人さんは動かしてたんじゃないのか。悲しみだね。ほうほうほう、これで OK かな。こっから戻るなら、まあこっから戻れるって感じか。ちょっと待ってね、アイテムちょっと見るか。一応不死の遺骨が2個ある。ここマジで、あったあったあった、不死の遺骨あった。これか。あとこっちに行ってないですねこれね。うん、ここに行ってない。ここわかんないっすね。やべやべ、なんか黒くしが。回復して。 OK。 あ、こっちの黒騎士はちょっと弱いかも。ね、あぶねー。あっちの特大剣のやつがやばかったな。で、なに、黒騎士の剣がアイテムであるだと。黒騎士の剣はでも筋力だったっすよね確かね。だね、体験なんだよなこれな。あ、でも早い、終わり。何これ、これ何、何今の技。我慢、最古の王に剣を捧げ強靭度を一時的に増す。へえ、ま、使わんけどな。オッケーかな。ある程度も不死の遺骨も2個手に入れたことですし、行きましょうかねボスにね。はあ、長かったな。お、なんか召喚サインが。ゾリグ君ゾリグだよね。まあイベント以外は別にいいんじゃないか、召喚しなくてもと思います。まあ楽になるからね、別に全然召喚してもいいですけどね。ここにもあるよね確かね。大沼のククールス、ほう、ありますね、ありますね。まあソロで行ってみましょうか。
これオンラインでやってるんですけどね、全然もうないっすね、サインがね。さすがにやってないかやってないですよね、 PC 版なんでね。この先悲しみがあるか。そうかそうか、行ってみます。じゃあ、うん、目覚めたようだな。あべ、やべ、火がやべ、うわ投げやべなんと床タイプ、やべやべ、あぶねえ、回復して火をまとったようだ。なんか大丈夫、うわお、なんだなんだ、メテオか回復して、これが割と範囲がね広いよね。あい、危ないよ危ないよ、これが回復して、これがメテオのサインか。ちょっと待って、どこに隠れればいいんだこれ。あー、ここら辺で大丈夫そうっす何こそっときとんねん。食らう、また見てよ、マジで早っ。どっからだ、そっちからか、オッケー、やばい、これか、回復して、これは何、もう全部使うか、うん、なんかお疲れだな、あ、やっていいの、うわお回復して、あ、なんかお疲れだな、ごめんな、いったいやー、いい戦いだったよデーモンのコローのソウルか、コローだったんですねこれはね、この人は。エストビン全部使ってしまった、かがり火を灯してボンファイアリットさせていただいて、はい、きつかったよくすぶり、ちょっとと1周目だけどきつかったよこれ、2周目とかちょっときついよ割と、うわ、なんか懐かしいモンスターがいますねあー、これはダクソ2でいたようなやつか。おー、デモン墓場が、いや、きつかった。ほんときつかった。帰ろう。はい。まあそんなわけで、くすぶりの湖、無事、クリアしました。デーモンのね、コロー。
がいましたね、ボスでね、倒しましたけど、まあ、ちょっとエストビン全部使うという結果になってしまいましたけども、楽しかったでございます。で、次回はですね、このイルシールの冷たい谷のね、イルシールをやっていこうかなと思っておりますではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。